ID ふざけんなおいブラックライト山田やんけこれ。そうなんですよ、リスナーさんからあのアカウントをいただいたんですけど、まさかの ID 名がブラックライト山田っていうねこれびっくりしちゃう最初これ。いやこのアカウントサインインした時に ID 名があのメインやかにめっちゃ似てるんですよこれ似すぎてて、うわついに俺にも明かりセットが来たかと、ランク修正されたかと思って苗えてたんですけど、よく見たらブラックライトだったっていうね、うん、めちゃめちゃ焦ったわこれ。まあそんなのはいいとして、まあ、今回はこのランク1で VC 狩りということで、なんとこの早朝の5時なのにもかかわらずボイチャを発見したんでね、まあ、早速買っていきたいなと思います。おら逃げんなおい、てかもうやばいな、下手すぎるだろこれ。うん、でも今回の動画の目的は、まあ、ランク1でボイチ上がりだから、まあ、まあ今のところこの VC なんかあんま面白そうじゃないけど OK、 面白そうじゃないけどまあいいかなって感じですね。まあ、こんな早朝にボイチャ見つけれただけラッキーですよねこれ。もう贅沢言ってられないですよ本当にもう、うん、てかなんか俺バザードめっちゃ下手じゃねえかこれ、大丈夫かこれ。おらやばいやばいやばい、そうそうそう、おらえやっぱ下手めちゃくちゃ下手なってんだ、ちょっとやばいな、やばい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 、いや俺がもう倒した、やべえ俺ゴミすぎだろ、飛行機落ちたべ、まあ、ここ来て、おっしゃ逃がさねえぜやっぱでも予想通りなんか反応薄いなこの VC、うん、てかこのブラックライトって ID これ若干バカにしてるだろこれ昔からよく言われるんだよね、なんか最初の挨拶がなんかブラックナイトじゃなくてブラックライトって聞こえるってね、うん、この ID 絶対その意味合い入ってるだろこれ、絶対その意味合い入ってるわこれさすがやねやっぱ、え違うやつなんだよさすが、うん、確かにね、でも最近ちょっと滑舌悪いからなブラックナイトって言ってるつもりでもなんかブラックライトって聞こえてるかもね、キャラピエロだったけど、ピエロじゃねえ、なんかボソボソ言ってるけど何言ってるかわかんねえわもうハキハキ喋らんかい、おらオッケーこれうまいんだ俺のバザードにやられるって相当だぞこいつ、しゃあ、うん、やばいな、でもこの VC 反応薄すぎるな、ちょっと、うん、そうだね、じゃあここで一つちょっとどうでもいい話でもしますか、どうでもいい話っていうか、なんだろう、これ、個人的に、まあ、自分の、なんだろう、まあ、疑問なあれなんですけど、なんかよく聞くじゃないですか、付き合ってた彼女にチンコがついてて、チンコって言ったらダメだ、ソーセージがついてて実は男だったみたいな噂はよく聞くじゃないですか、実際これって本当にあるのかなと思って、でこっからなんですけど、オカマの人ってなんかソーセージ手術で切る人がなんか結構いるらしいじゃないですか、であれって切ったら何になるのかなと思って、あれって切ったらアワビになるんですかね、もうそれとも何もないんですかね、もうただなくなったってなるんですかね、これがねなんかもうめっちゃ疑問なんですよね自分めっちゃ気になるこれ、切ったらどうなるのみたいな、用はどうやって足すの、オナヌーはどうやってやるのみたいな、ガキみたいな考えで申し訳ないんですけど、いやこれほんと気になるんですよね自分、これほんとどうなるんだろうね、違う、自分のリスナーさんでいないですかね、なんかソーセージ切った人まあ、知ってる人いたらコメ欄で教えてほしいですね、うん、そうやね、もう最近ねもう花粉症なんですよね、もう昨日の動画から多分気づいてる人気づいてる人はいると思うんですけど、鼻水がやばい、本当にめっちゃね鼻水がやばいんですよ、もうイライラしてくんだよこれ、マジで殺しに行こう、花粉症めっちゃイライラするっすねこれ本当に、うん、でねなんかグラセフね、うん、まあ、そろそろ別ゲームやりたいなとか思ってんすけど、
いや、なんかないっすかね、なんかプレ4で。なんかある程度再生数取れるゲーム。なんか COD とか よくやってとか言われるんですけど、なんか FPS すぐ飽きるんですよね、自分。そう、なんか BF も一瞬で飽きたからな。まあ、なんかおすすめのゲームあったら教えてください。全部リスナーさんだよりだけど。プレ4限定でお願いしますよ。プレ4しか録画の機能のやり方わからないんで。録画の機能っていうか、プレ4しか録画、ね、やり方わからないんでね、自分。いけ！あ、くそ！オラオラ、オッケー死ね！からの、スイッ！オッケー！いいね。いやーでもあれだね、相手がちょっと下手くそでよかったな、これ。危ない危ない、ボコボコにされる回のとこだったね。めっちゃ最近だからな、オッケー。おお、何してんだ何してんだ。よいしょ。あー、てかもうあれだね、もう GTA の投稿者全然いねえよ、もう。なんか COD 実況者とかだったらさ、なんかいっぱいいるじゃん、なんか。みんな仲良くなんかコラボとかしたりしてるじゃん、なんか COD の人たちって。あれいいよね、なんかあれは憧れるわ本当に。もうてかもうなんか反応薄いんでちょっと煽ってみましょうか、カッスって言って。カッスって言ってね。さあ、このガキみたいな煽りに果たして VC 勢は怒ってくれるのか。ちょっとマジ弾ありすぎ、まずブラックヤマだからなんかメール来たんだけど、カッスーだって。ねえ、そうなんです。あれ、話戻しますけど、COD 実況ね、いいっすよね、COD 実況者ね。みんな仲良くね、なんかやってますけど、俺もワンチャン COD 実況しようかな、これ。俺もちょっとあの輪の中に入ってこようかな。俺も入れてーっつってね。でも GTA 投稿者なんですけど、COD やり始めたんで入れてください、みたいな。入れてくれるかな。絶対門前払いされるけどね、俺みたいなやつ。大物系投稿者だから、ね、よっしゃ。何逃げようとしてんだ、お前。死ぬ！オッケー。あー。なんかもう、借りごたえねえわ。借りごたえねえわ、全然。放置しだしたし。あー、じゃあ動いてる、動いてる。おー、あー、しくった。もうダメだ、これ。てか、そうだな。10万人いったらね、アイコン変えようかな、そろそろ。そろそろこのアイコンもまずいでしょ、これ。がっつりアンパン野郎だからな、これ。大丈夫かなと思ってんすけど。おいおい、なんだこいつ。死ね。あ、でもあれらしいね。なんか作者さん亡くなったらしいんですよね、そういえば。だからぶっちゃけどうなるかちょっとよくわかんないんですよね。どうなるかっていうか。なんか作者さん亡くなったらしくて、それでなんか、相続人がいないらしいんですよ。それでなんか、著作権がなんか消滅するかもしれないみたいな話を聞いたことがあるんで、まぁ、ちょっと、詳しくはよくわからないですけど、どうなんだろうね、ぶっちゃけね。まぁ、でも、ラック山田に送ってあげた。まあ、アンパンマンあれだから、まぁ、誰かしらは、ねえ、受け取り人というかなんかあるだろうと思うけど。だからなんか来た。金もわらわらわらだって。メッセージもつまらないっていうね、これ。めっちゃブーメラン飛んできてるけどね。俺の煽りメッセージも十分つまらないけど。でも若干なんだろう、VC をメッセージで煽るときって、なんか詳しく書くよりもなんかこういうガキ臭いなんかカスわらわらみたいな方がうざいよね。そうそうそう。壁張りか。今時壁張りなんかも流行らないぞ、ほら。ほら。けえ。あがつまんねえわ、もう。ってことで、もう終わろうかな、そろそろ。まあ、ってことで、なんか VC 狩りだったけど、動画の9割は、なんか俺が一方的に喋ってる動画っていう感じになっちゃいましたけど、最後にメッセージ送りましょうか。よっと、オッケー、見ろ4、わらでいいか。よし。オッケー。ってことで退出しますか。倒してみろよとか言っといて退出するが。
まあ、ということで、以上、なんかよくわからない物資狩り動画でした。